剣道対フェンシング一種試合は、ルールが異なる武道や武術が、相互に異なる武器や素手などで行う試合である。石格闘技戦も、その一種である。剣道対鎖釜術戦場では、相手が自分と同じ武器を持つとは限らないため、意種武器との戦闘については、古来から研究が行われてきた。古武道には、対意武器の形や区伝が存在し、実質的に多くの流派が、 医種格闘を想定した総合武術であった。また、鎧を着て戦う場合には、最終的に組打ちでとどめを刺す場合が多いため、剣術の市内稽古においては、市内での攻防のみならず、近づくと組打ちに持ち込むことが当然のように行われていた。これも、剣術と体術をはっきりと分ける現代武道の感覚から言えば、一種試合に近い稽古であると言える。 抜刀術ウトンファーの演武明治時代には、激剣工業の演目として人気があった。自家進化下流なぎなた術の園部秀夫は女性にも、かかわらず当時の巧妙の剣術家には負けたことはなかった。園部は他にも、創術や慶木術の使い手との一種試合も行っている。昭和初期の展覧試合では、剣道体重剣術が披露されている。 中山博道は、弓道対剣道という一種試合で剣道側として出場した。木刀を持った博道に対し、弓道教師3人が、おしろいのついた担保屋を発射するという形式であった。現在では、奉納演舞や、全日本剣道演舞大会などの特別な大会で、エキシビション的な剣道体なぎなたが行われる程度で、ある。この形式では、 なぎなたのルールであることが多いが、全日本剣道連盟と全日本なぎなた連盟は、公式なルールを整備していない。過去に、明治時代に、三霊館で行われた、渡辺昇と、海江田信義の一種試合では、渡辺は四尺五寸という長大な市内を使用し、小手を決めた記録がある。2003年にフジテレビ、トリビアの泉、素晴らしき無駄知識の、 トリビアの種のコーナーにおいて、剣道対フェンシングが行われ、剣道代表は、林明、フェンシング代表は、山本浩二で対決。ルールは面、き、銅、小手の攻撃が有効で剣道側は、面がアクリル製の強化メッシュで特殊加工。フェンシング側は喉、銅、手首への攻撃を軽減するウレタン製の特製防具を装着した。時間無制限で行われ、 結果は、剣がしなってわずかに先に攻撃が入ったフェンシングの勝利だった。格闘技の世界でも、スポーツチャンバラや K1 といった、最初から異種試合を想定したルールのスポーツが行われている。軍隊や警察でも、異種武器との戦闘が研究されており、自衛隊格闘術や逮捕術などが訓練されている。武術以外でもこの言葉を使うことがある。 1990年頃の将棋世界に掲載された内藤国夫のエッセイによると将棋とチェスの異種試合をやってみたことがあるという当初は大駒5枚を要するチェス側優勢の展開となったが持ち駒について将棋は使えるがチェスは使えないと通常の将棋チェスの持ち駒ルールをそのまま採用したため形勢の差は徐々に縮まってきたという2012年には ハブヨシハルとフランス国内チャンピオンのマキシム・バシエラ・ラグラーブが将棋とチェスをそれぞれ同時に指すという形式で言ったこともある。無手の者が立ちを持った者に勝つためには3倍の段差が必要という意味。また、立ちを持った者がなぎなたに勝つためには2倍の段差が必要とされることから、日本武道では剣道2段イコールなぎなた初段イコール柔道6段で実力が釣り合うとしている。 堂本昭彦、高野タスクサブロー剣道遺行集、スキージャーナルハット ABC 富士テレビトリビア、普及委員会、トリビアの泉平の本語講談社、2004年、中里海山、日本武術神明記、門川ソフィア文庫2016年 ISBN978 から4から04から40141から 4P63。ありがとうございます。